次もよろしくね。ゴンドラ乗ってかない？それじゃ、また会おう。食べとかない？宿はどこにする？何味なんだろう。チョノクト見て見て。なんだ？ゴンドラに乗って景色でも見ない？どうも、どこまで行くかい？待ってたぜ。どんどん集めてくれ。いいものを用意しておく。
すみません、ルナ・フレーナ様のドレスのお店はどちらでしょうか。この通りを官邸の方へまっすぐです。でも人が多くてなかなか見えませんよ。あら、そうですか。覚悟しても。やっぱり人いる。あのドレスか、見事だな。みんな楽しそうだ。顔がなんかこう幸せそうでさ。ああ。ルナ・フレーナ様、ご無事でよかったね。うん。こりゃもう一回しっかり平和の象徴にならねえとな。面倒はさっさと済ませて式のあたりからやり直そうぜ。それがいい。考えとく、ちゃんと。アラネアって彼氏いるのかね。そうな、部下は多そうだったけど。何、お前興味あんの。別にそういうわけじゃないよ。それじゃ、また会おう。ようこそご一行様。
さっきシドから連絡があったよ。私はウィスカム・アルム。ノクティス王子大きくなったな。おや、覚えてないか。小さかったもんな。巨神の目覚めでカーテスの大皿は崩壊した。政府も儀式を恐れているだろうが、他にも何かありそうな空気だな。いらっしゃい。魚ならうちで買っていきな。演説や神殿の話を聞く限り、政府が積極的に動いているようだな。でも属国なんだよな。そこだ。前通り。陛下との旅の後、王都へ帰らずに店を開いた不思議な人だな。また来いよ。さ、すげえ魚が売っててさ、どこで釣れんだろって。初めての来訪だろ。この町はどうだ。聞きたいことがあれば答えるよ。ここって帝国の属国なんだよな。そこまで警戒することはないよ。ただこの国は自治が認められてるだけだからな。帝国の人間もしょっちゅう出入りしてる。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも帝国の許可がいるはずだ。生きていたカンナギが町で演説するというし、政府は帝国をどうごまかしているやら。帝国軍はよく来るのか。町にも店にもよく来るよ。市民にとっちゃ彼らの姿は見慣れたもんだ。先日はレイブス将軍を見たって大騒ぎさ。レイブス、ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあっただろう。マシじゃ次はここだろうって話で持ちきりだ。帝国は世界を征服するために神々を狙い始めたんだってね。カンナギが演説するって本当か？らしいね。ラジオでも連日流れてる。ルナ・フレーナ様はどこに？町にはいらっしゃるだろうけど、お見かけしてはいない。新聞や雑誌も所在には触れない。政府が厳しく情報を管理してるんだな。帝国の上層部が苦い顔して帰ってったなんて噂も聞くね。水準に変わった様子はねえか。港は穏やかなもんだ。でも近く政府は神殿を開けるらしいね。儀式のためにか。ところが一方で食料や生活物資の備蓄に奔走しているそうだ。水神が暴れて町に被害が出ると思っている。ならどうして儀式をさせるんだろうね。まあ何かあればこの店を頼ってくれ。あ、ありがとな。いらっしゃい。久々だな。有名人が来てるって聞いてね。へえ、耳のいいことだ。お疲れのところ失礼するわ。私はカメリア・クラウストラ。ノクト、彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを保護しているんだけれど、帝国が身柄を引き渡せとうるさくてね。へえ。でもうちもタダで動くつもりはない。どう、取引をしない？ルシスの王様。答えは鑑定で聞くわ。邪魔したわね。
分かりづらいだろう。だがあれでも意外と誠実な人間でね。そうなんですか。何にせよ船旅の疲れがあるだろう。町には宿もある。まず休んだらどうかな。そうするわ。